石崎は、日本海軍の布施艇平島型布施艇の三番堤。1942年2月28日、三菱横浜選挙にて竣工。横須賀鎮守述席、大港防戦隊付属となる。同方面の紹介、平井布施などに従事。1942年7月10日、浮島とともに、第五艦隊司令長官の指揮下に入り、 英王防備部隊に編入された。二隻は7月14日に大港を立ち、バラムシル経由で7月24日にキスカ島に到着。対戦作戦及び防戦網の布設に従事した。8月6日、石崎と浮島は菊川丸を護衛してキスカを離れ、石崎は8月15日に大港に帰着した。また、石崎と浮島は8月7日に、 第五艦隊司令長官の指揮下を離れた。その後も、北方方面で、戦団護衛などに従事し、大港で終戦を迎えるとされるが事実ではなく、大港空襲では過労て難を逃れ、宗谷海峡の洋上で、極音放送を聞く。その後、カラフトより引き上げる住民を輸送。8月22日夕刻。ルモイオキ参戦柔軟事件現場に遭遇。 タイトーマルから投げ出された104名を救助。1945年11月30日除籍。総会館として、使用の後1947年10月1日、ン太オへ開港し、米国へ引き渡される。ありがとうございます。